はい、どうも、ウェレスパサカやっていきたいと思います。はい、ハツァ、第一ふるさと高校で野原、使っていきたいと思います。デッキの方は、ニール、マハシ、エミリア、そして、トビタと種巻きと、野原。この6人でやっていきたいと思っております。はい、そしてアイテムの方は、パワードルと招き猫を持ち込んでおります。では、やっていきましょう。まあ、野原とニール、ね、最近出たキャラ、両方ともレベルが高くございません。両方とも37です。ちょっとね、野原だけでもね、45にしたいっていう気持ちはあるんですが、ちょっとガチャがね、今引けておりません。うん。ちょっとタイミングがあったらね、ガチャも引いていきたいと思っております。はい、これメンタルいって、次もメンタルでいっちゃおうか。はい。まずはセク1。まずはセク1はね、もうパパッと済ませるしかないです。まあ勝負はね、もうセク2、セク3、セク4です。まあセク1はもう一回短縮を起こせればもうそれでよしという感じなんで、まずはとりあえず短縮起こしていきます。で、ワンチャンもう一個って感じかな。うん。で、ここ初手。初手何行こうかな。飛びた種まき。まあ、飛びただろうな。飛びた。飛びた。あー、ここすごいいる。いや、ここすごいいるな。そこすごいいるな。でも、いやー、行きたくねえな。まあ、いっか。そこ行くんやめとくわ。ちょっと、今後厳しくなりそうなんで、そこは行かないです。はい、飛びた踏んでいきます、これは。で、これは、種まき。はい、いっときます。で、もう、この4つというよりかはこっちです。はい、飛びた。短縮来い。短縮。来ない。残念。はい、そして、飛びた、生駒、矢部坂。飛びた、生駒、矢部坂。飛びた、生駒、矢部坂。あ、フィジカルいきます。さあ来い。どっちか。短縮。オーケー。矢部坂ナイス。はい。で、ここでも短縮のマストは終わってくれた。マストは終わったんで、はい。あとは、じゅんぐりじゅんぐり行こう。で、飛びた、矢部坂、生駒。ワンチャンここも短縮を起こせるならいいけど、ワンチャンだな。でく。さあ来い、矢部坂。来ない。残念。で、合議か。はい。進めていきますね、金太くんね。はい、そして、種まき動いていきます。はい、OK です。で、ここは、初級トレーニングいってきますね。はい、で、一回休んでいきます。一回休んでいきますね。はい、チュンガバ。ナイス。OK。で、ニール、動いていきます。これはもう、呼んでもいいでしょう。まあ、今回、前さん、後さんなんで、問題ないです。はい。そして、ここで、とりあえず、イコマちゃんのやついきますね。とりあえず、イコマちゃんのやついって、短縮はなしでいい。で、監督踏んどきます。監督はね、やっぱ試合出たいんで、早めに踏んどきたい。はい、そして、ニール、OK ですね。推進力。で、ここで終わっていって、あとは土木。まあ、土木も短縮いらないからね。はい。ワンチャン飛びたの短縮で2段階来てくれれば熱いけど。はい、これでいきましょう。飛びた、矢部坂、生駒。飛びた、矢部坂、生駒。まあ、はい、飛びたの2段階来たらワンチャン狙う。お、来た。2段階来る？はい、来なかった。じゃあいい。もう2段階来ないんで、もうこれ以上は短縮狙いません。2段階来てくれればね、もう1個多めにものづくりが終わる可能性があったんで。はい。はい、そして機械で行って、1回休もうかな。1回休むのか。あ、でもこれ、踏んどきたいな。エミリアのコツは結構ありがたいんですよね。結構ありがたいから踏んどくのはあり。はい。こんな感じでいってしまいましょう。メンタルいきます。で、次のターン、休みます。ね。次のターンは休んでいきましょう。はい。終わってきます。はえーなー。はい。成功してくれた。成功してくれたのはありがたい。で、ここで、ちょっと大成功は少ないな。まあいい。はい、種まき進んでいきます。で、ここで一回、あ、寝れない。残念。はい、そして、セク1終了1167ということで、セク2やっていきましょう。まあ、第一ふるさと高校だけなのかもしれないけど、違う高校もかもしれないけど、セク1でね、金属終わることが結構多々ある。第一はね、ちょっとビビる。なんか、一個だけに集中していっちゃうんですよね。その割に、セク4で、イベントが終わらないことあるんで。ちょっとその辺はどうにかしていただきたい。ああ、そして種まき飛びた来てますね。これは種まき飛びた踏んでいきましょう。で、ここに飛びたを連れていく。ここに飛びたを連れていきます。
で、生駒ちゃんも連れてってもいいけどね。はい、そして機械は2人。はい、これで来ます。で、ブランドで、オートちゃん。この前、生駒連れてったら全然ダメだったんだよな、ブランドはね。はい、そしてあとはバイオマス。牛糞か。牛糞の方にこれ、ゆずけ連れてきますわ。で、こうだ。これできます。はい、そして種まき、食べておきまーす。はい、で、ここ短縮。短縮は、飛びた。飛びたの2段階が一番嬉しい。来ない。セクニからはね、しっかりと短縮踏まないとね、サイドバックの場合、クロスマシーン必要なんですよ。それはね、クロスマシーンまではしっかりと取りたいからね、やっぱ短縮起こしていかないとまずいです。はい、そして飛びたを狙っていきたい。はい、飛びた。練習後イベント、2段階来い。ちょっと厳しいなぁ。ちょっと厳しいなぁ。来ないなぁ。はい。で、大成功していきますね。で、バイオマスも大成功していきます。OK です。はい。で、エミリア動いていきますね。はい。そして、ここで、追肥行きつつ、バイオマス。はい。これでいっちゃいましょう。で、ワンチャン、飛びたはやてを踏んでいきたい。まあ、ゆずきでもいいけど、飛びたが来てくれると嬉しいな。あ、終わんない。ちょっと短縮がうまいことハマってませんね、本当に。本当に短縮がうまいことハマっておりません。で、ここで、矢部坂だったのか。ここで来るのは、はやてのみ。それであれば、ここは一回休むかな。あ、でも次、あれか。次だっけ?飛びたくんの体力から。その次だっけ?忘れちゃった。はい、守備が終わっていきます。大成功。はい、で、バイオマス終わっていきます。で、その次のターンか。オッケーオッケー。で、ここで、農業系プラス、ナイター照明。で、ナイター照明はこのメンバーでいく。うん。でもって、エアレーション行きつつ、ワンチャン、ちょっと、狙いたいです。ちょっと、短縮を狙いたいです。はい。では、これでいきましょう。ワンチャン大成功狙っていきます。はい。そして、これ、テクニックでいいかな。テクニック、コツ来てるしね。うん、タックあるし。で、飛びたが、短縮。来ない。ちょっと、本当に短縮やばいな。短縮が真面目に来ないな。こうなると、終わっていかないんだよね。はい、飛びたくん。終わってきます。はい、短縮。あれ?いねえのか。あれ?ここって、種まき、ゆずき、生駒矢部坂。種まき、ゆずき、生駒矢部坂。こっちでいいんじゃね?はい、練習後イベント。OK、矢部坂終わった。はい、早手の任せ終わってきます。お、リズムナイス。で、気合いい、オッケーオッケー。リズムか。まあ、しょうがない。それはしょうがない。で、ブランドモデルいっときます。そして、もう一丁お任せいきます。もう一丁お任せいきましょう。で、ここで短縮は、はやて、いこま、やべさか。はい、そしてちょっと能力振っときますね。ちょっと能力振っときたいと思います。で、パワー上げて、スピード上げて、テクニックですね。まあ、サイドバックの場合はね、テクニックしっかりと上げていった方がいいんでね、上げておきます。序盤から上げておきます。まあ、成功してほしいな、金徳はな。金徳は成功してほしい。はい、そしてここで短縮は、ちょっと微妙なんだよな。種まきゆずきダメだもんな。イコマ生えて、やめさかだからな。テクいっとくか。テクいっときます。せっかく、釘先のね、コツあるし。イコマ来い。オッケー。ナイス。はい。で、ニール回復ナイスです。このタイミングナイス。すごい助かる。で、大成功。オーバーシート。いやー、ダメか。ナイター照明大成功。これは大成功引けた。これは大成功引けました。ということで、オーバーシートは絶対行かないといけない。オーバーシート行きます。で、これはね、これだな。うん。まあ、これは短縮起こさなくていいと思ってる。なので、これで言っといて。
いや、飛びとちょっともったいないけど、これね、飛びとにお任せきます。ちょっともったいない。飛びととゆずきはもったいないけど、いいです。はい、そして、いこまちゃんって次で終わりだっけ？いこまちゃん次で終わりだね。勝負しようか。はい、では、飛びていきます。練習後イベント。さあ来い。来ない。ほんと短縮はまらないね。短縮はまらない。そしてお任せもはまらない。まあ、お任せでいきます、これは。これはお任せでいきましょう。はい、そしてメンタル飛びた。さあ来い！練習後イベント。来た。ありがとう。終わった。で、インスピレーション終わりですね。あと一回。で、足フィット、オッケー。ああ、セットプレイか。セットプレイか。セットプレイね。まあ、ブランド行きつつ。で、飛びたゆずきはこれもう短縮読まなくていいな。飛びたゆずきはもう短縮呼ばなくてもいけそう。で、あと短縮呼びたいのは、生駒颯。生駒颯呼びたいな。生駒颯呼びたいけど。はい。では、一回休みます。で、テクを上げておきます。はい。休みまーす。はい、OK です。で、種まき。種まき。で、中級かなんか行かないといけないよね。中級トレーニング。行ってきます。で、種まき一回短縮みたい。種まき一回短縮みたい。種まき。お！いやー、これは踏むぞ！これは踏む。いやー、ニールがいたらもっとでかかったんだけどな。はい、飛びた。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 短縮来ても嬉しいけど、来い。まあ、来ないよね。はい、空撮ドローン。うわー、ちょっと、お、これはラッキー。ラッキー。フェイント終わっていった。フェイント終わってたのはラッキーだけど、ラッキーだけども、もう一丁、最後のお任せいきます。いやー、これお任せなー。4回では来てほしいんだよなー。はい、そしてここは何もございませんので、短縮は、はやていこま、種まき。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 では、一回休んでいきましょう。で、ここでちょっと、能力振っときますね。スピード、スタミナを振っときましょう。まあ、まあまあまあ、ディフェンスはね、後でコツもらえるんで。はい、ここ一回休みます。はい。で、ゆずきが終わっていきます。はい、これでセクニ終了後、4679。まあ、一個、まあ、ぼちぼちのタック踏んだんで、まあ、こんな感じかな。はい、筋力つきました。OK です。ブランドモデル。で、終わっていく。守備も終わっていきますね。はい、飛び、うわー、終わんない。終わんないかー。お任せなぁ。流星群なぁ。はい、そしてここで、守備行くか。守備行くか。もうこれはもういいな。ブランドモデル行きたかったけど、まあこれはしょうがない。で、ここで飛びたにお任せ。本当に終わらせて、水分補給させてくれ。ね、給水トーク欲しいです。はい、そして飛びた、ゆずき踏みたい。どっち行こう？どっち行こうかな。ゆずきか、飛びたか、矢部坂か。どっち勝負する？まあ、こっちだな。はい、飛びた。飛びた。飛びた。飛びた来い。練習後イベント。来ない。で、ニール終わってきます。うわ、失敗。残念。ブレイブタックルもらえなかったな。はい、大成功。OK です。で、うん、種まき終わってきますね。で、ここで種まき何していくかだな。ここで何していく？いや、それであれば、これはね、土木いっとくよ。土木終わらせていかないといけない。で、種まき飛びた。種まき飛びたで2段階終わらせていきたい。俺はここだ。はい、飛びた。2段階来い。2段階。矢部坂、ナイス。矢部坂でもありがたいよ。守備オメガ来るからね。はい、オッケー。チェイサー。終わっていきます。あー、キックターゲットか。グターゲットが、それきついなぁ。いや、マジで次、お任せで、こいつのお任せで来てくれないとちょっともうタイプだなぁ。で、これ何もすること、あ、イコマちゃん行こう。イコマのお任せ、行きます。はい、そして、種まきか、飛びたか、ゆずき。微妙だなぁ。ゆずき、ゆずき、さあ来い、ゆずき。来ない。で、なんとか給水器入ってくれました。オーケー。勝負になります。やっと勝負になります。そしてこれは、腰トレーニングいってきます。はい、そして、飛びた。
矢部坂ゆずき、飛びた矢部坂ゆずき。テクいってもいいな。まあ飛びたでもいいけどテクいっておこうか。はい、ワンチャン入ってもいいよ。ゆずき来ない。うん、まあ守備じゃあ守備土木ね、土木で農業が進んでくれるのか。農業が進んでくれるのは熱いな。でここでおまかす、あ、はいか、ブランドモデル行きたかったな。はい、そして種まきを終わらせていきましょう。種まき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 、ゆずき、いこま、いこま、ゆずきはダメだから、ダメだね。はい、一回休みます。はい、でここでみんな終わっていきますが、ちょっと真面目に、真面目にこれやばいぞ。ちょっと終わってない。ちょっと多分一個ぐらい金属が捨てないといけないかもしれない。ちょっと短縮がね、全く進んでないわ。短縮が全くと言っていいほど進んでません。厳しいです。はい、これでいっちゃいまーす。で、ものづくりなんですけども、ブランドモデル行きつつ、ブランドモデル行きつつ、これは、カウンター、上達マシン行きます。上達マシン取りましょう。はい、で、一個ま、端子来い。いや、来ねえか。来ねえか。はい、飛びた終わってきます。飛びたはもう早めに終わっていいです。金属確定だからね。はい、そしてここは土木行ってきまーす。草むしり行きまーす。はい、そして短縮踏みたいでーす。あれ、種まきどこだっけ。ここだよね。種まきの短縮踏みたくねえな。種まき飛びたい。あ、はやてしかいねえじゃん。はやて。無理じゃん。じゃあ、種まき踏んでおく？ちょっとタック狙っておきます。はい。しょうがない。こういう時に短縮来たら悲しいけど、来なかった。今回ちょっと本当に短縮少ないね。うん。金属もらえてません。金属もらえなさそうです。はい、ブランドモデル、OK です。はい、そして種まき進んでいきますね。はい、そしてそろそろでかいタックが来てほしいところなんですが、まあ、これは飛びたでもいいな。飛びたでもいいけど、いやー。たいけど土木なんだよな。ミル工事行きつつ、しょうがない。行こう。よしばかり。行きます。で、ここでメンタル行きます。飛びた。飛びたの短縮狙ってきます。はい、飛びた。練習後イベント来い。OK、2段階。いやー、1段階か。残念。はい、終わってきまーす。大成功でーす。そのまま行くか。あ、でも測量とトレーニング来たか。測量トレーニングが来ましたよ、と。測量トレーニング行っておきたいんだよね。でも、機械と、ね、やることないんだよな。そうなってくると、これをやりつつ、土木を行く方がいい。はい、整地やっておきます。あ、やーべ、生駒のお任せやってねえ。やーべ、生駒のお任せやらないと。まずい。そりゃまずいぞ。そりゃまずい。で、短縮微妙だからこれディフェンス踏んじゃいます。いいでーす。あ、生駒のお任せ完璧忘れてましたね。完璧忘れてた。あと2個、3個ぐらいある。で、ここで、飛びただよなー。浮いただよな。で、ここで、ハヤテ。はい、もうこれディフェンスいっちゃいます。もうここからもうタックです。とりあえずもうタック踏んでいきます。タック大事。まあ、短縮も大事ですけど、タック大事。あ。はい、これでいきます。はい、では、ディフェンス、いきますね。ハヤテのみです。ハヤテはいません。はい、ここで短縮が来なくていい。はい、オッケー。で、飛びた終わってきます。はい、大成功。で、これは、はい、謝ろう。はい、そして、ディフェンス、微妙。
すごい微妙。で、ここなんですけど、芝入れ？違う。体力回復ってなかったっけ？あれ、稲刈りってなかったっけ？稲刈りあるな。稲刈り行きつつ土木行きたいな。土木。トンネル、あ、でも測量行かなかも。測量行きつつ、測量行きつつ、測量行きつつ、そうですね。測量行きつつ、稲刈り行って、でも一人余っちゃうんだよな。あ、でも、あれだ。危ねえ、危ねえ。また忘れた。リコマの任せだ。行ってねえ。はい、これでいきます。はい、で、稲刈りね。稲刈り行きます。はい、ではこれで行くんですけど、ちょっと無理やり踏もうかなって感じ。いや、でも、ゆずきか。ゆずきね、ここなんだよ。はやてもここなんですよ。微妙だな、24%。アタック踏むか。まあ、大きな怪我したらもう、その時はその時。はい、ではこれディフェンス行きまーす。はい。オーケー。で、探索来るな。まあ、来るんかい。もったいない。はい、そしてここは、しっかり前半後半でやっていきましょう。はい、行きまーす。はい、終わりました。無事終わっております。ということで。さあ、残り、でかいタック。特にディフェンスタックにはまってくれると嬉しいな。はい、大成功です。OK です。で、攻めが終わっていきます。はい、マルチ。で、これも終わっていきますね。成長終わってきました。じゃあね、これマルチ行きつつ、土木行こうか。うん。マルチ行きつつ、土木のトンネル行って、はい、これで来ます。で、短縮的には誰でもいい。誰でもいい。はい。そしてテクニック。あ、こういう時にテクニックってくれるのはありがたい。はい、では種まき。短縮。さあ来い。来ない。ちょっと微妙だな。11,472。ここまででね、もうちょっとディフェンスタック踏めてるとありがたかったんですけどね。はい、飛びた終わってきます。はい、オッケー。で、ディフェンス。もうこれは踏みます。これ踏むんですけど、ここって短縮起こせんの？あ、イコマちゃんはダメ。イコマちゃんはダメ。イコマちゃんはダメですが、はい。イコマ、種まき来よう、種まき。種まき。で、テク上げて、はい、これでいきます。行きましょう。さあ、種まき。さあ、種まき。イコマ。違う。はい、終わっていく。で、お任せってあと2個？あと2個か。ちょっときついな。ま、いやー、無理だな。短縮起こしてないときついな。お任せってあと2個？ちょっと順番間違ったかもしんない。順番間違ったな。まあ、しょうがねえ。イコマちゃんで、なんとか。イコマの短縮、こういうときに来てほしいんだよな。はい、これはディフェンスいきます。これはディフェンスいきます。これはディフェンスいきましょう。で、ちょっと敏捷を振らないといけないよと。で、そろそろ金徳を振り始めないといけないよと。まあ、こんな感じかな。こんな感じでいっときますか。はい。では、これディフェンスいっちゃいまーす。で、飛びたくんの短縮は、来てくれてもど、ね、来てこない方がいいのか。来なくていい。まあ、でも体力回復ならばあり。はい。はい、終わっていきます。で、掘削行って、で、種まき終わった失敗かい。インテリジェンス欲しかったな。はい、で、掘削行きます。飛びたか1コマの短縮踏んでいきたいな。飛びたか1コマの短縮踏んでいきたいなというところで、これは、テクです。これはテクです。いや、体力ねえな。で、テクを100までいけるね、これやったら。これやったらいけそう。いや。微妙。こっちかな。で、パワー振れないか。はい、ではこれでいってしまいましょう。テクニックいっちゃいます。さあ、種まきゆずき。ここか、種まき。種まきは短縮来なくていい。ゆずきの短縮は来てほしい。1段階でいいから来てほしい。いやー、種まきか。
違うんだよな。種まきじゃなかったな。はい、終わっていきます。で、クロスマシン終わってきました。で、全自動行きつつトンネルが終わってきたら、ちょっといろいろとしたいから、まあでもトンネル終わってきてもそんなすることねえんだよな。まあいいや。これはほっとこう。はい。ディフェンス行きます。で、飛びた、これ短縮来てほしいな。飛びたの短縮来ねえかな。ダメかな。で、ディフェンスね。敏捷だけちょっと使いたい。芝刈り。あ、無理か。じゃあ、この辺取っておきます。はい、では、ディフェンス行きまーす。はい、飛びた短縮2段階。で、早て。忘れた。あ、トンネル。あ、トンネルか。トンネルここで終わってたわ。もともと。あ、いらねえ。それはいらない。別にいらなかった。で、スタジアム987654。あ、スタジアムは終わる。スタジアムは終わるんですが、これはね、誰連れてってもいいから適当に言っておきます。はい。で、待て、スタジアムにこれ、農業連れてきすぎ。これで行きます。これで行っといて、生駒ちゃんのお任せは最後まで諦めたくないんで行っときます。これかな？待って。ここって。いやー。ゆずきは。ゆずきそこ。ゆずきそこか。ゆずきそこか。いこま、ちょっともう厳しそうかな。ちょっときつそうかな。はい、飛びた短縮来てほしいな。さあ来い。飛びた短縮。さあ来てくれ。来た。ありがとう。しかも、結構だった。別にいらなかった、結構は。で、876543。いや、終わる。一応終わる。フィジカルモンスターは終わってくれる。終わってはくれる。けど、無理だな。いやー、これ、お任せの行く順番間違ったなって感じだな。それ以外は一応金力が取れたんだ。はい、無理です。諦めます。あ、これはテクだ。これはテク行くけど、技術余んね？まあ、テクだよな。ワンチャンこれ、ゆずきが来てくれたワンチャンあるけど。種まきでもいいよ。来ない。残念。で、もうこっからはディフェンスです。こっからは完璧にディフェンスです。はい、スタミナ。で、ディフェンス。ディフェンスいきます。で、こっからも短縮踏みません。別にいいです。で、ここで、とりあえず巨大、これは行く。これは行っとかないとまずい。巨大スピーカー。で、生駒ちゃんはもう捨てるから、この後一緒に行こう。なんかね。はい、ではこれで行きます。で、芝刈り。芝刈り行っときます。で、殿下のフォートを、まあ、この辺取っといて。はい、ではこれで行きます。ディフェンス行きましょう。で、短縮、飛びた。種まきか。巨大スピーカー終わっていくね。生駒ちゃん。ワンチャンにかける。でも、ワンチャンにかけるにしても俺変なの言っちゃったな。さっきそれ言っちゃったらダメだな。だってこれ、こっちでしょ。ビッグセーブでしょ。いや、ワンチャンにかけるか、じゃあ。ワンチャンあるからな。あ、ワンチャンあるな。言うてワンチャンあるな。マジックパス。まあ、こっちだな。で、これ短縮踏んでもしょうがないんですよ、ここは。ここは短縮踏んでもしょうがない。最後の方で踏むしかない。はい。では、ディフェンス行きます。で、ディフェンス行っといて、はい。で、ドリンク飲んどいて、はい、ではディフェンス行きます。はい、ワンチャン飛びだ。来ない。はい。で、サクッとベンチャン行っちゃいますね。で、敏捷でしょ？敏捷でクロスマシンは取っといて、芝刈り、サイド、いや、きついなぁ。
この3つを終わらさないといけないでしょう。技術はそんな、いや、でも技術も必要だな。はい、では、いきます。いきましょう。はい、終わりました。無事終わっております。さあ、残り6ターン。ディフェンス。で、テクニック1回だけ踏まして。テクニック1回だけ踏まないとちょっと技術足らないんで、あとはディフェンスカウンストタックを踏ませていただけると助かります。で、ここで、ワンチャン飛び田くんの短縮2段階とか、種ま、あー、ここないのか。まあいいや。はい。ディフェンスだな。いやー、でも、ちょっと体力回復足んねえかな。まあいいや。はい、ではディフェンスいきます。はい、行っていこう。で、ここで終わっていく。ここでね、2段階の短縮ワンチャン踏めたら終わるんですよ。いや、終わんねえだろうな。いや、ここで短縮なし。いやー、そうきました。そうきましたか。そうきましたか。そうきちゃったか。厳しいな。厳しいですね。いや、これもうマジックパスがもうほぼ無理なんだよ。それであればもうマジックパス諦めて、マハシに行って、いや、マハシ行ったところでだな。いや、これ狙うよ。じゃあ狙うよ。じゃあ狙います。最後狙います。はい。では、種まき、ゆずき。種まき、ゆずき。やむ。いや、ここだな。スピードいきます。さあ、種まき、来い。種まき来い。来ない。残念。残念でした。じゃあ最後狙うか、ワンチャン。ワンチャン種まき狙いますか。二段階行ってくれれば終わります。二段階行ってくれれば終わる。無理だな。絶対無理だな。無理くさいな。はい。で、能力振っときます。とりあえず一段階は振っといて。はい、では、行ってしまいます。テクニック。行きましょう。種まき来い。二段階。いや、来ない。一段階すら来なかった。はい。もうしょうがないですね。はい、大成功。フィジカルモンスター。で、ここちょっと体力危ないんで、もう超回復取らせてください。エースキラーと超回復取る。はい、そしてディフェンス。ディフェンス。ディフェンス。微妙。微妙。さあ、ディフェンス。さあ、ディフェンス。微妙。はい。で、サクッとみんちゃん。ラストはカウンスト見せて。ラストはカウンスト見せてくれ。で、カリウダちょいちょい振って、まあこんなもん、カリウダ振ってもいいと思うんだよね。多分、敏捷系とか筋力は必要なんだよ。全体的に。はい、ではこれで行ってしまいましょう。いきます。はい、終わりました。試合終了でございます。ということで、ラストはディフェンスカウンスト。筋力カウンストが欲しい。筋力カウンストが欲しいです。さあ、来い。いや、はい、しょぼい。はい、もうこれでいいです。しょうがないです。しょうがないですね。はい、サクッとピンちゃん、行ってしまいますが、ちょっと技術振らないといけないですね。筋力どれがいい？まあ、防波堤。まあ、これでとりあえず行きますか。これでとりあえず行きますか。行きましょうか。はい、では、あ、テクフロ。はい、では行きまーす。はい、無事終わっております。ということで、さあ、経験点どれぐらい出ただろうな。そんなに出なかった。残念ながらそこまで出ませんでした。ちょっとね、ちょっと経験点が、厳しいです。もうちょっとね、ディフェンスに固まってくれないといけないんですけど、やっぱ特技練習頻度がね、やっぱりもうちょっと高くないとダメかなと思ってしまいました。なので、ガチャ引くしかないかな、と思ってます。はい、まあこれで終わりですが、はい。29,291。では、振ってまいりまーす。はい、振ってまいりましたということで、多分 US5 とかしか言ってないんじゃないかな。ちょっと伸びが悪かったですね。やっぱディフェンスタックだな。次はもっとディフェンスタック踏めるように頑張っていきたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。本日は以上とさせていただきます。こちらの動画が良かったなと思う方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。おつべたー。